見ても何かが起こるだろう。何かが起こる。何かが起こるか起きないかで、ね。もう起きずに、ミュウツー側が復帰阻止とかで完封するか、まあ、ミュウツー側が頑張ってるのに、なぜかことが起きてしまうっていう、そうみたいな感じのカードだから。立ち回り自体はね、本当にミュウツーかなり待てるんで、このカード。さあ、しっかり見ていきましょう。楽しみのカード。さあさあさあ、0% の読み合い。上のを越してって。おっと、奥前では割れて。まあ、おっと、先ほどから空上げ。まあいいですね。なんか、ミュウツー使い、本当に空上の使い方がうまいイメージあるんですよ。まさか。はい。さあ、小足、中足。灼熱。この灼熱の巻き方が本当に地上で巻くんじゃなくて、地底の浮いてる状態から打つと、引きながら灼熱が打てる。そういうところ、結構操作難しいんですけど、まあ、使ってみないとわからない難しさの炸裂の仕方ですね。さあ、踏んでって、これはパーセント、抜けてる。抜けるんですね、あの技、ほんとに。次から、本ポスケさんがどういうタコを取るのか。そうです。あっと、これは横 B もジャンプもある。壁蹴って、戻ってて。あっと、上強もうこれね、そういうことです。これもうね、ことが起きてしまいますね。さあ、ここから日を出すにどう進まっていけるか、ここですか。さあ、上強から。はい、あのは勝利が入らない。デッド回避に横スマッシュ痛いお仕置き。何かが起きてしまった。あのね、うまかったですね。うまかったっすね。まあ回避するんでしょって感じの。おっと、空上から今反転空前。痛い。波動拳。さあ、16%。ミュウツーもここ落ちてるパワー持ってるんだよな。持ってるんだよな。クエヌ。さあ、セビにはクエヌ。これが強い。空前空前。ダメージが低い。入りやすいんで、空前の波動もかなり痛いです。なかなか。さあ、シャドーボール。しっかりジャスかして。怖い。とりあえず、灼熱。さあ、空母の先端。波動拳。さあ、飛び道具の巻き方非常にうまいですね。なんか、竜使い結構ガンガンいってるイメージあるんですが、ディオさんほんと、中距離でしっかり弾巻きながら、まあ、攻める距離になったら攻める感じ。はい、優勝投げ。さあ、状況はコンパスさんが有利ですが、もうこれは、一肘で、ストップ。さあ、UN、しっかり見てましたね、今の。横 B でちょっかい出して。ああ、今のね、やっぱうまい。ね。あれ、ちょっかいかけられないですよね、もう。いいとこまで行けるかな。U はちょっと足も遅いから。あっと、勝利から、ちゃん。しっかり見てますね、ほんとに。確認の鬼。リプレイお願いします。始まったばかり。あそこでジャンプ昇竜でちゃんと撃墜狙いに行けるかどうかっていうのは、まあ本職かどうかとかありますよね。結構難しいんですけどね。反転するかしないかとか相手の難しい位置も見ながらなんですが、まあ水がでかいのも相まってってのもありますが、しっかり決めていきますね。勝ってたら饒舌気持ち。2点目のステージは水がとしてはなんか個人的な印象としてはどこのステージも変わんねえかなって思うんですけど、配信料 SDR 中継か本当にそこによる感じはありますね。一応が一番強いかなっていう感じなんだけど、そうか、優雅も暴れれますか。さあ、空後で崖うまいですね、しっかり入れます。さあ、なんとか崖を上がりたい。コンパクトミス DA は背びれ下強かな。クエヌ横 B 行く上、おっと、コンボくんですか。さあ、アクエヌで、おっと、今ずらしてますね。めっちゃずれましたね。なんか、ミルツのクエヌは割と適当にやつらしいですね。同じこと言おうかしら。みんな同じこと言うんですか。さあ、灼熱。弾の置き方がうまいですね。さあ、さあ、さあ、回避上がりは通さない。しっかりしている。よく見てますね。素晴らしいか。横にずれたの見てから反転上強弱勝利。さあさあさあ、まだニュース。あーっと、スコア失礼しました。さあ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 、この中距離の差し合い、本当にね、実況の言うの難しいんですけど、この読み合いってのは本人たちは一番ドキドキする読み合いですよね。ストリートファイターやってる。そう、デッデレデッデレデレ。さあ、灼熱下強で本家の中足はミュウツーが持ってるっていう。そうなんだよな。お、今めっちゃずれましたね。さあ、クーエヌで強引に攻めていったが、クーエヌ痛すぎなんだ。あと、太いタコ。そうそうそう。さあ、投げで、コツコツ
状況有利を取って、あーっと今クエヌが繋がったら当たってきた。そうですね。さあ川辺さんからのを背負って竜巻で着地があり、ちょっともうこれ怖いですね。もうね、そうですね、まあさすがに神耐久のミュウツーが昇竜拳に3人で迫って、おっと、エコリタクエス最大しっかりダッシュですね。まあ、あそこどうしてもちょっと投げに行きたい場面なんだけど、ちょっとパーセント的にまだ怪しいので、しっかり上スの選択肢もさすがという気がします。ああ、もうなんか引く前パーセント追いついてる、追いついてる。あ、クエルで駆け上がってって面白いですね。壁蹴って空母、壁蹴って空母見えないんだな。あー、怖っ、怖っ。あーっと、しっかり当てて、でいやーあれ本当にさ、こそ怖いよなー、怖い怖い、あれが動いちゃうね。あ、勝ったらコンパクトくんじゃないわ、失礼しました、実は間違えました。いやー動いちゃうし漏れるし、もうどうしようもね、食らったら昇竜だし、あの状況に持ってった良さがさすがですね。おめでとうございます。トリサゴ、あーっていうか PDP も逆だったな、失礼しました。ドラゴンボールファイターZ見てる。